お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのラバディガデッキをね紹介していきたいなと思います。もちろんねこのエリババですね、原環境めちゃくちゃ強いエリババもね入ってるラバデッキです。そしてね、まあ陸のもう一つの枠がよく施設とかかな多いと思うんですけど、ゴブリンの檻だったり墓石とか、まあ盾の戦士とかもいろいろあると思うんですけど、まあエリババにも強いですし、と、ラバ展開した瞬間逆サイドね攻められることが多いので、まあそこをねこう守るのでもすごい大活躍するスケルトン部隊がね入ってるというねラバデッキです。これね前シーズンかな、マルチ上位でラバデッキでフィニッシュした人が使ってたデッキ、マジ一桁入るか入らないか本当にね、もう9位となんか2赤で上位上がってたのかな、9位と17位とか多分分かんない、記憶がすごい曖昧なので全然確かではないんですけど、そこのデッキで2赤ねラバでマルチ上位取ってた方がいました。今なんで結構使われてますね。そうラバデッキ、まあ今別に多いわけではないんですけど、まあ、このラバデッキはなんかよく大会とかでも、そう今ね最近すごい大会が多いんですよ。クラロワリーグも行われてますし、スターチャンピオンシップって行われっていう、今年からね始まったアジア地域だけの公式大会とかも今ありますし、まあ、いろんな大会があって、その中でもね、まあ、なんかよく見かけてる印象があります。さあ、プリンスマジアっちゃって珍しいっすね。わ、これ、100% ぐらいでザッパルツ。いや、トルネか。いや、これ、やばいっすよね。まあ、インドで、一応守るけど、みたいな。このプリプリミラーいかつくないですか、守れねえ守れねえみたいな。で相手わかんねえなこれ何がいる、アウトローとかの人かな、んインドロが、あちょっとやりすぎかこれ、あちょっとどうすかこのイキリディガーザップめっちゃいい神のイキリした。いやでもフルカウンター来る。そう、相手プリンマジアちゃなんですね。からの、これはどこに何が来る、これマジアチの竹も地味に取るっていう。あ、なかったことで。そうそうそう。いや、いいですね。インドラね、なんかよく見ると思うんですけど、ミリ残りでディガプラスザップをして、竹をディガにやって、インドラをぶっ刺すってやつですね。あ、僕は相手のプリンスギガ、まあ、スケルトン部隊がいるものの、スケルトン部隊はね、まあ、マジアチャとか、まあ、さっきみたいにトルネで射抜かれた瞬間にピンチになるので、これ一旦ね、使わない。いや、これはね、天才の立ち回りなんですよ。今使ってると、相手はね、もうミラーのこのプリンスを刺そうとしてるっていうのは、もう僕の中ではね、分かってたので。よし。さあ。もうこうね、空だけ徹底潰して潰して、この辺にね、もうプリンちゃんとかがね、来るところをもう潰してあげれば、さあ、ザップ。ボーラーがね、瞬時です。さよなら !OK! グッドゲーム、やぶね、なんか、めちゃめちゃおもろいデッキ使ってましたね。なんか、アウプリミラーのデッキはなんかたまにいるんですよ。大会とかでも、なんかアウトロプリンスの、まあなんかの枠、フキアかな、フキアなんかよくミラーにされるんですよ。フキアすぐ解雇されがちなんですけど、なんかそれのね、マジアチュとか、ボーラーとか、はい、すごいね、おもろい方でしたね。まあそんな感じで、なんかまあ、エリババが強いです、とりあえず。本当にラバデッキって、このラバディガだと、やっぱ火力がなくて、タワー1個ね、なかなか落とせないっていうことも、まああったりだとか、こう、防衛もね、すごい大変とか、序盤の間に1本折られちゃうとか、すごい、そんなこともあるんですよ、ラバディガデッキって。ラバルって、ラバの人にバルーンつければ、まあ、ぶっちゃけ1本折れちゃうので、いいんですけど、ラバディガの場合は火力があんまないので、火力というかね、もうメインで削るのがディガーとかになっちゃうので、そうなかなかきついところを全てねエリババが補ってます。防衛も攻めもエリババいるだけでね戦えちゃいますという感じです。さあこれコウモリ来んのかな、ダクネから来んのかな、あホパからでした。まあこれはちょっと今の間にこのゴレを溶かしたいっすよね。多分ゴレクロ、まあ間違いなくゴレクロですよね。こんなの相手のユニット見て、まあ何つけ足すか。さやの羽を空振っていく。これさ、ダメ？いや、エリババからの、ちょっといいっすか。スケルトン部隊にザップ打ちます。来るぞ。あー、マ
ジか、なんか全然違った、あー全然違った、最悪だ、全然違った、マジか、これちょっと早ぶっちょ、ちょっと楽しちゃった、ザップだけでもよかったかな。いや、なんか僕の思ってたのと違いましたね。さあ、ゴレクロなんですけど、なんか今ノートからすっげえ変な声出た。ゴレクロなんだけど、スケアミいないのか、ホバスケドラボンバーね、なんかちょっとレアな、レアなのか、なんかホバスケドラのゴレクロってあんま見ない気がする、とき、え、相手のペッカ腐ってんじゃん、ちょっと待って、あのペッカスタンプ初めて見たんだけど、僕なんかスタンプ無知すぎて、そう、あんなスタンプあるんだ。さあ、まあこれはもうしょうがないですね。まあ、なんか後ろの方からちまちま回収して、いやー勝てるかこれ。いや、ベビドラナイス、よく頑張った、気持ち程度のディガーして、耐えろ。いや、耐えれそう、耐えれそう、耐えれる。よし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 。いい。まあまあいい、まあまあいい、まあまあいい。で、問題は、こっからですよね。まあ、ゴレ始まりとか、あー、ダクネゴレグロン。ポイズン欲しいな。これはね、もう、気合で頑張るのみですね。ホバリングとスケドラ両方いるのが、ちょっと、嫌ですが。あー、あれにザップか。打ちたくねえな。スケアミ。エリボーだけに止めちゃう。さあ、ファイボと、いや、これはザップで、いや、もう一発殴ってほしかったな。さあ、一旦ステイします。いや、なんか多いんだよな相手マジ。うんー、あーマジかー。いや、あのペッカ枯れてんだけどなー。いや、まあ、ゴレクロはね、多分別に悪くはないと思うんですよ、本当に悪くはないと思うんですけども、ちょっと形が違うんだよな。僕の思ってるゴレクロはスケルトン部隊とかいてね、なんかスケブにもうエルボー飛ばしてザップって突破っていう、ホバとスケドラ2枚いたのがちょっとね厄介でしたね。あれでもなんか良かったですね、そこのね分け方が、ダクネ、ホバ、スケドラの3種類いるっていうね。そう、ファイボー打つ枠がよく2箇所だと思うんですけど、そこちょっとねうまいことやられちまいましたが、なんか今ねゴレクロもこの方僕初めて見たんですけど、なんかよく見るのはランバー、ベビドラ、コウモリ、スケドラのゴレクロ、あとはそれのランバーの枠がエリババ型もいるんですよ。そう、エリババ型のゴレクロもいれば、エリババがいないゴレクロもいれば、今みたいなちょっと未知のゴレクロもいます。結構ゴレクロ環境でもありますってか、まあ柳雨が強いのかな、なんかエリゴレヤナメ、ゴレヤナメ、ラバヤナメとか、まあ、なんか、最近ヤナハムよく見ますが、まあ、ゴリ押し系がね、なんかやっぱ、いつもよりは多い気がしますね。なんか、ババコヤとか、加砲されたり、まあ、今までだったらボムタワーとか加砲されたり、巨大スケルトンですね。まあ、すごい大事。彼はね、めちゃくちゃ頑張ってたんだなと思います、今思えば。そう、彼がいたことによって、大型環境を阻止していたと言ってもね、過言ではないぐらい、今までね、キョスケは陰でこのクララっていう環境を支えてくれてたんだなと思います。そう思うとね、キョスケは偉大でしたね。さあ、一発殴られてからやれば、殴られる前に出しちゃうと、エリババにね、エリババ対決で負けちゃうので、まあ、今みたいに一発受けてから出してあげれば、一応カウンターにもなりますし、そこそこにはね、悪くないのかな。さあ、今回はペッキング工場かな、エレキマジアチャー、あペッカ工場だと思ったんですけど、ヒールスピリットがいるので、まあ、ジンギーデッキかな。エリババ増えましたしね、はい、エリババと、あとはまだ、あ、ファイボーぐらいか、ファイボーがないか、ゴーストがなかったらファイボーがない気がしますね。まあ多分そんな感じな、あと1枚古城ババとかあんのかな、古城ババですらないのかな。まあまあ、エリーババだけでね、ジム攻めれるので、うん。まあ、これはファイブを打ちましょうか。このタワー捨てるのはちょっと早い気がしましたよね。いや、強え。守れねえ。さあ、強すぎる。で、これは、いや、行ってからの肋骨エリーババですね。
で、インド、あのエレキもマジ打ちを見るんですけど、これはね、間違いなくロックステリバはエレキきついと思うんですよ。で、マジ打ち処理のディガーからの、もういろいろ追加したいですね、僕は。ビビドラで、いや、エリババがマジでね、すべて奇跡起こしてくれるんですよね。相手しかも、今回、タルとザップとかなのか。なんかザップがメインな気がします、スペルの。大きい一本持った。よしよしよし。11持ってくれば、僕はなんかラバ展開するんじゃなくて、ユニットからこう、イモればいいと思うので。さあ、ザップ待った。で、ここは行っていいのか？いや、行っていい気がするけどな。エリババあれば、大抵守れると思うんだけど。これ、ベビーファイブかな？いや、これ、ヒースピがやべ。やべ、ヒースピがやべ。さあ、いや、でもいい、いい今日。からの、あのエレキさえ、飛ばせ、オッケーオッケー、インドラ、あれ終わったかね？ザップ打つ。焼くよ。いやー、ナイス焼き！オッケー。このインドラもね、まあ強いです。なんか、さっき、あ、やりましたっけ？ディガーザップ。あの、インドラって、こう、ミリ残りの時に、1試合みたいなやつですね、ディガーザップすると、まあ、それだけでね、タワー持っていく力を持ってますので、エレキとかね、あの、対空を徹底的に潰せば、相手はね、対空処理できなくなって、インドとかベビドラがね、ずっと無双してくれるって感じですね。なんで、積極的にね、僕、さっき、もう、マジアチャとかエレキとか、積極的にね、空攻撃できるユニットをね、処理してたと思うんですけど、まあ、ラバデッキは本当に基本的にはそうですね。なんか他のデッキでもやっぱ空で勝つっていうのは大事で、まあ、空ってもう陸一方的にやっぱ攻撃できるので、空がね、これずっと残っとけば、相手のね、なんか攻めをこう、楽に抑えられるというか、空対決勝つっていうのは大事ですね。積極的に。相手の空を潰していく。で、これ、次手札ちょっと詰まってて、このインドにね、対応できるカードなかったので、ファイボでね、まあ、カード回しつつの、わかんないな、これ。インドラゴボリはあんまなんかない気がするけど、トリトン。さあ、ロイジェでした。インドラ、ロイジェにインドラってなんかレアじゃないでしょうか。トリトン。いや、ちょ、まだわかんないですね。いや、ロイならわかってるんですけど。中身がわかんなすぎる。取るね。うん。インドラ、いや、めっちゃ入ってる。一発460ですよ。抹茶すぎん？いや、空強そうだけどな、めちゃくちゃ。インドさえ倒してしまえば、僕のベビドラもインドラも無双できるみたいな。いや、始めいくか悩むけど、基本的には、まあ、ラボはケツがいいですね。ラバダス。さあ、逆サイロイジャイ。エリババ。まあ、インドだけで許容しようかな。若干無視しようか悩んだんですけど。無視はさすがにもったいないなっていう気がしました。さあ、からの、まあ、あえてはこの、一応ね、インドラでさえも無視はできないので、暇なんでステパして。ああ、マザネク。いや、マザネクめっちゃ活躍する。今だけ。さあ、まあ、ベビで、守りつつ攻める。で、ディガー飛ばして、いや、一本降りたいですね。僕、インドラで、インドラじゃね、うん、エリババで結構削られちゃったので。さあ、一本降る。いや、でかいですね。これも結論でいいんじゃないですか。あれ、多分、インドラはどうしようもないので、まあ、ロイ来たらインドで焦がして、まあ、左側多分、インド出しても、2発ぐらい入りそうだから、もうね、形作るようなインドで、エリババが多分来ると思うんですけどね、これは。来ないのかな。さあ、いや、いいインドラ、それは。まあ、僕はちょっとだけね、邪魔しながら。で、ファイボーを打ちたいと思う相手は、だから、ここで、ラバですね。そしたら全部残ってるんで。で、まあ、マザネクがどっかに来る。おー、攻めてくる。さあ、これは、スケブで耐えましょう。いや、スケルトン部隊これ強いっすよね。だってエリババに対してさ、サード取れる。で、このね、真ん中エリババもバカ強い。ファイブ打ってもね、こいつ HP バカ高いんですよね。さあ、グッドゲームでございます。まあ、エリババですよ、本当に今季は。今季はマジで、素直にエリババ使った方がいいと思います。僕、エリババ
今季使ってマルチ上位ね結構いたんですよ。で、まあ、他にもこうエリバー使ってる人もいましたけど、結構高回転がめちゃくちゃ上手い人たちですね。本当にまあ麦ったんとか海外のね高回転すごい上手い人たちが今季やっぱ苦戦してたので、それはねなんか今まで通り高回転系を使ったりしてても結局エリババにねもうご利用されてしまう。もうそうなればもう素直にエリババ使った人が、勝てる環境というね、あの何とも言えないんですけど、まあエリババ皆さん使った方がいいです。サスケアミディガーですね。ラバ対決、まあケツラバしてからこれラバ受けでいいんじゃないですか。そしたら相手のスケドラね4アドなんでからの、まあ、バルーンとか来てもインドラでも持って、まあ、相手インドラですよね。まあ、これちょっとザップ打って勝ちてえな。まあ、でも相手もザップあるか。うわ、めっちゃいいババ。そのババはね、めちゃくちゃいいっすね。いや、いいババ受けや。さすがにいいババ受けや。あ、でも、待って、ババ使ったよね。ゴボリか？スケドラない。いや、これ行った方がいいっすよ。これ絶対行った方がいい。ああ、いや、まあまあまあ。いやー、行かん方が良かったかも。あんな行った方がいいとか言って行かん方が良かったかもしれねえな。いや、まあ多分ラバーですよね。スケドラインドなので。まあ、ヤザップのラバルかな？多分ラバルだと思いますね。ババでしたし。さあ、エリババね、地味にババがきついっていう。エリートバーバリアンなのに普通のバーバリアンがきついっていう弱点もねあるんですよね、意外と。まあ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 頑張りたいな。でインドこれラバに当てるよりかは多分バルーンに直接当てた方がいい気がするんだけど、どうだろうな。相手がインドから入ってきたからいいや。さあでもベビーも出してあげよう。パピー処理用ですね。まあ相手多分ヤナアメとかがあるので、であのバルーンは一応ファイアボだけでね防衛できます。完封ですね。爆破だけかな。ザップ打たれなかったら一発か。でもザップ使ったら右側がんインドラ、あこれあのヤナメか。あーいやでもスケドラ使わせた。さあ600だもんな。これどうなんだろうな。まあ一応ラバで受けつつ同じことを繰り返します。からの、まあ、そこそこ攻めたいけどそこそこ守りたいっすよね。僕もキング行かれない程度に。あと真ん中ババとかもあるのかな。そうですね、これは全部固まってくれてファイボで、いやインドラがインドラ事故らせねえかな。さあ攻めます。攻める。いやースケドラが強えな。ちょっとインド使ったからこれバルーンディガーが来たら終わるっすね僕。これさては終わったっすね僕。やばいやばい、やめて。いやいい、ファイボで全体バルーンディガーこんにちは。うわ、いやこれバルーンくらいたけとる。神インド。いや、これ一発？マジか。いやー、これはねー、負けました。最後、相手陣地、エリバは、シャシャったっすね。あれやんなければって感じでしたね。最後、スケドラとディガーだけでね、美味しくいただかれてカウンターされちゃったので、あそこのエリバはね、エリバ強いんですけど、適度にやりすぎちゃうとね、最後みたいなカウンター来ちゃうので、気をつけてくださいというわけで、今日ね、終わります。よければこのねエリババラバ強いので使ってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。